チェシュメ、またはチェシュメは、トルコエゲ海地方のイズミル県にある町である。県とのイズミルより西へ 85km の距離にあり、カラブラン半島からさらに突き出たチェシュメ半島に位置する。チェシュメとは、噴水の意味であり、オスマン帝国時代の噴水が街中で多く見られる。チェシュメの町は、キオス島を統治していたゼノバ共和国と、オスマン帝国に追い払われる形で、 アナトリアを支配していたアイドン公国の間で暫定協定が結ばれた14世紀に黄金期を迎えた。ヨーロッパとアジアの貿易がオスマン帝国の領土からわずか数時間の距離のチェッシュメを経由して行われていた。チェッシュメはオスマンの属国であったが1470年を過ぎるまで自治を維持していた。1566年に キオス島がピアレパシャの率いるオスマン帝国軍に占領され、キオス島とチェシュメは帝国領となった。その後、外国人商人たちの好みにより、貿易拠点はチェシュメから徐々にイズミルにシフトしていった。その時までイズミルは東方からのキャラバン隊が通過するだけの町であった。今日のようなイズミルの発展は17世紀を過ぎた頃から顕著になる。 1770年、チェシメは、ロト戦争におけるチェシメの戦いの舞台となった。ありがとうございます。